夏が始まるということで、夏といえば何ですか？夏といえば、プール、海、バレー暴力みたいな。はい、このお高木です。はい、です。というわけで、本日はですね、大阪の三大花火大会のピール花火大会があるんですよ。PL 花火大会って不女子が集まってきそうやな。見てる人、なんていうみんなやりますね。いや、PL か、ごめんなさい。 PL 花火大会があるんですけど、大阪来て初めてちょっと夏祭りに行きたいなと思って。行きたいですね。本日はそちらの PL の花火大会夏祭りで一番遠隔やったただただ楽しもうっていう企画ですよ、これは。早速、こちらの花火大会アレッツラ GO をやっていきましょう。あ、竹脇賞。はい、着いたぞ。見て、そう、いつの間にか浴衣に着替えてるっていう。ちょっとね、花火大会を楽しみつつ屋台まで向かいましょう。お前、屋台見えてきたぞ。何にしましょうかね。マイくん、キュウリ好きやろ。キュウリ行ったから行きましょう。これ氷で冷やしとる感じいいの。あ、日本で誰だ。あ、一緒にそうエッチみたいな言い方するんだ。ちょうちゃん、麦わら帽子だ。祭りに行く義務はない。でも、キュウリを買う権利はある。お父様です。すっごい大きかったね。旅終わったと同時に花火もラストスパートだな。やっぱりできない花火がある。男うめえみたいになってるやん。次、じゃあフランクフルト行きますか。引き続きエッチですね。あ、棒に棒を重ねるみたいなとかあるからね、俺ら。やっぱり BL 300円安い。日本お願いします。畑すぎて。うん、じゃあチキン満点。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、うん、ね、あれやね、赤ウインナーの味する。あ、こんなんあるやん。私の初めて食べた赤ウインナーが3つ。めっちゃかっこいいって言った。あ、ありがとうございます。ええ子らやね、俺は。かき氷とか食いたいな。マジでめっちゃ暑いぞ、今日。とか言いつつ、唐揚げとかがすごいうまそうに見えねんな。副大カップで。副大。はい。YouTuber。YouTuber です。竹焼き商です。ああ、そうです。ああ、ちょっとだけ抜けました。ああ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、じゃあ特大これね、1000円したんで残り7800円。量そんかにエグいからね。俺の顔ぐらいは。いただきます。うまっ。熱中症には気をつけてください。熱中症、うん、救急車めっちゃ通っとんやん。こっちね、びっくり熱中症って言ってる。熱中症気持ち悪い。や、てかさ、さっきからずっと歩いてんねんけどさ、マジで飲み物置けないねんけど。飲み物を求める旅に出かけよう。飲み物あったり、本当に来ました。いいイエースといえば弁当いいっす。大阪一発で君だってくるやん。なんかちょっと競い合いみたいな。髪の毛死んだ。朝やばいな。でもさ、浴衣の女の子とか一緒に夏祭り行った時に、うん、暑いからさ、夏祭り行って、うん、こうちょっとこの辺の髪の毛の部分がちょっと汗でペタッと張り付いてるぐらい、すごい色気あるよね。わかる。てかエッチやん。てか浴衣可愛いよね。浴衣女子はマジ可愛さレベル 1.25 倍割り増し。水着も。あ、そうやね。夏はいいんですよ、やっぱり。夏は可愛く見えるんですよ。残り7200円です。もう花火終わったのに道のりは長いな。はい、というわけでね、結構もう一気に肉巻きおにぎりとたませんやね、やっぱ祭りと言ったら。で、かき氷と、で、まちくん牛タン。牛タン、お米を食べていきましょう。うまいやん。え、食ったことない。初めて見た。え、マジで、うん、え、大阪しかないんかな。これエビせんべいやな。うん、この上にたこ焼きが乗ってるバージョンもあるね。へえ。いただきます。うめー。この祭りで空間からこその美味しさない。雰囲気が美味しくさせてるよ。食ってみて。初めて食う。うまくね。うん、いけるよな。たまちゃんやるやん。たま似合いますね、かき氷が。めっちゃ涼しい。かき氷500円もすんねん。雰囲気だよな。あ、そうですよ。聞いてます。あ、ありがとうございます。ドラムの人っす。あ、そうです。あれはどうした。俺の名前も覚えてドラムの赤いやつ。ドラムの人赤い人。俺じゃないと。あ、違うか。かかったら全部俺みたいな。マグロとか。いただきます。久々に米食った気がする。うまい。まさか祭りで米をね。あ、
マイチ君、今のは神様の言う通りにの神様や。マイチ君、行っていいんやで。いや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 、行っちゃって。ビールお願いします。お前、俺だけ置いて最低やな。ごめんって。嘘嘘嘘嘘。ほら、あ、行っちゃってよ。あ、朝日スーパードラ。ジャスティン・ビーバーが渋谷来たとするやんか、うん、朝日の歌。おベイビーベイビーベイビー、おーベイビーあるよ。え、あんなところにベイビーが。あ、ベイビーカスだ。顔顔よ。はい、何本だったの。1000円と500円と300円。まあ、それはもう1000円やろ。OK。 まあ、この企画的におまけはちょっと来るものがあるんですけど。いいですね、こういう地元のお祭りは。ありがとうございます。ありがとうございます。おきに。はい、ありがとう。おきに。いいだだけやん。疲れたね。なんか祭りも終わりって感じですね。そうやな。このベビーカステラが1000円で残り3300円。0120-333の906。何やけそれ。俺が作曲したやんか。おー、そうなんや。今度ラプラプのアルバム入れようかな。ベビーカステラめっちゃうまい。マジ。改めてベビーカステラのうまさに感動してる。ベビーカステラ使うか。ない。ない。うん、うめえぞ。思ったよりうめえぞ。だいたい中学校の時に祭り行ってきて家でお土産買ってくるとしたらベビーカステラ。うまいいですね、カエルの鳴き声も。どうしたの。さっき落としかけたのも思い出し笑いしてしまって。さっきカメラも田んぼに落としかけたんで。落としかけた時にその映像一瞬だけ残ってるんですけど。マジで危なかったな。マジで危なかった。あんな怖い思いもうしたないよ。うい、次行きましょう。これ2つください。立派ですね。どれがいい。ピンク。じゃあピンクの大きいの。さっきやな、レリーの前で。あー、うん、まー。祭りも終わりかけてるから、なんかちょっと無理。お花が終わってラストチャンス。なるほどね。どれにしよっかな。何でもいいね。焼き鳥はな300円、他は500円。自分豚バラ食いたいっす。和牛ステーキ、うん、あと塩タン。いやー、見て、匂いがたまらんな。カルシファー。タピオカがあるってすごくない。祭りに今時代を感じるな。俺らが学生の時なかったよな。マンゴーとイチゴミルク。どうも。ミッキーでユニバ行くのが一番好き。ありがとうね。ボロ本や。ほんまありがとう。YouTube 始める前から Twitter。 マジっすか。あの時からドラムずっと見てた。めっちゃ嬉しい。なんかもう私北海道から出てきたんですけど、はい、大阪来て絶対会いたいなと思ってたんですよ。こんなところで。ありがとうございます。お気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。やったやん。やっぱ赤が好きやからそういうの選びがちやね。確かに。イチゴオールとか好きやねん。これ豚バラ来る。うん、まあ、これ全部500円なんですよ。1本500、500、500、タピオカも500、500で2500円で残り200円になりました。逆にあと200円なんか。そうやんな、ね。出店のタピオカめっちゃ美味しいねんけど。俺今まで食ったのでも割と一番美味しい。マジでそんな好き。すごいね、でもほんまに今時やね。ごちそうさまです。1つ300円。はい、ってことは、ってことは、はい、ありがとうございます。1枚出せー。 OK だね。じゃあ最後焼きそば食って終わりましょうか。うまい。うめえな。お疲れ様でした。おめでとうございます。参りましょうか。参りましょう。今回ですね、 PL 花火大会に来て祭りの屋台だけで1万円食い切るという、ね、企画をしましたけども、夏の始まりですね。うん、どうだった舞ちゃん。いや、初めての大阪の祭り。いや、いいね。てかめっちゃでかかった。あとは帰りますか。帰りましょう。いや、でもこうやっぱええね、浴衣お揃いって。あ、本当やな。いい感じですね。しょうちゃんのジンベイかな。あ、ジンベイかな。楽しかったな。うん、しょうちゃん。いや、来年は彼女と来てな。